わまだまだ寒くなるの。いいよ。なんか何時に起きた？今日？うん。5時前。お猿のジョジ見た？いろいろね。アニメ見方？アニメの方が見た。あ、アニメってお猿のジョジじゃなくて。お猿のジョジのアニメやけど、見てんかな。録画しとるようなやつは？そう、もう日本のアニメが見たかった。今日7時に起きたんやって。録画じゃない、スマホで見よった。7時に起きてさ、なんでこんなに早く目覚めたんやろと思った。目覚ましもかけてないのに7時に起きたんやって。え、まあね、うん、目覚ましかけてないのに7時に目が覚めたんやって。腹が立つの。だけどなんでこんな早く起きてしまったんやろと思ってさ、もう一回寝たんやって結局、うんうん、はっきり思い出したんや。お猿のジョージを見たいって思いながら寝たけん、うんうんうん、起きたんやと思って。へそれを後で思い出したけど遅かった。ほんでお前もう研修に行ったら、あ、明日はもう研修に行かないかん、出社せないかんと思って寝たら早く目覚める。そうなんや、そうやって思いながら寝たら目覚めるんちゃうんだ。そうやろ、ほんで覚めなんで行きたない行きたない。あやのが一軒で心配する反面、こっち影は影まで忙しくてなかなかやね。そう、あっちもあっちも、うん、カナも帰ってくるやろ。だってカナ帰ってくるやろ。ゴールデンウィークは帰ってくるやろ。それもたこ焼き忙しかったら分からん。いや、帰ってこい言うとる。あれ、成人式の帯、小物をまた合わさないかも。うん。カネちゃんの成人は20？うん。カリはもう18になるよ。俺は18。俺の一つ上か。18か。成人がな。うん。俺の一つ上から18。言うたって何が変わるんだって感じだけどな。二つ上ちゃん、影の。一つ一つ。ほんで、あやのは2か。司の台ちゃん。え、一つじゃないんだ。司の台から18じゃないんだ。知らん、お母さん。なんで18やしたって、20でええのんな。だってすること別にないんだよ。タバコもお酒もいかんやろ。あの、かけごとも、かけごともいかんやろ。いかんの？二十歳やで。あ、ほんと何が18やって話なんやって。選挙はもともと18やんな。今頃。え？いや、18に、なんて、最近やけど変わったけど、18になんか選挙権変えたりしょったら、成人は18にするべきやろってなったんや。働くもん18からやし、大体は。まあ、大学行く人も多いけど。20歳やから20歳でいいのに。でも、まあ、成人やから20歳でいいのに。うん。